今ではその美しい姿が懐かしく、そして愛おしくてならない。訪れるすべての人々に遥かなる琉球王国の夢を惜しみなく分け与えてくれた首里城。それはいつもと変わらぬ夜に思えた。午前2時30分、首里城正殿の1階の内部で突然何かが光った。首里城正殿への入り口にある警備員室。3人の警備員はいつも通り勤務についていた。いきなり警報が鳴った。それは何者かの侵入を示す防犯警報。警備員は正殿へ慌てて走った。しかしそこで見たものは黒い煙。そのわずか3分後、火災報知器の警報が鳴った。警備室のモニターは正殿での火災を表示していた。午前2時41分、首里城の警備会社から那覇市消防局へ通報が入った。首里城で火災報知器が作動しました。正殿エリアで発砲しています。煙が見えるとの情報もありますが、詳細は分かりません。火災の断定ができなかったんですが、マニュアル通り火災指令をかけています。那覇市消防局、すべての部隊に出動指令が下った。首里城で煙。どの部隊の消防士たちも我が耳を疑った。正直に首里城、嘘だろうとちょっと違和感はありました。首里城が火災なら大変なことになる。緊張感が高まったのを覚えています。本当に首里城なのかという思いもありました。首里城に最も近い那覇市消防局首里出張所。この時、これから訪れる大惨事、誰が予想できていただろうか。宮平義友は通報から1分、消防車で飛び出した。情報は首里城から煙だけだった。煙とか炎とかが黙認ができなかったわけです。 とにかく早くもどこで何が燃えてるのかとか、そういう情報収集に全身神経を傾けたという。宮平は情報収集のため守礼門の近くにある防災センターに急いだ。この守礼門館の入り口のここに防災センターが分かってましたので、ここで情報収集をしようということで、一旦車両を止めて隊員をですね確認しに。その頃、首里城ではさらに異変が起きていた。警備員は再び正殿に走った。通路を覗き正殿裏手に回った。その直後だった。爆発のような閃光がいきなり噴き出した。そしてはっきりと炎が上がった。首里城へ急行中、別部隊の普天間は見た。この現場に向かいながら U ターン池を通過中なんですが、進行方向の右手に炎を確認しました。一刻も早く現場に着いて消火活動を開始しなければならない。宮平が防災センターに到着したその時、
無線が飛び込んできた。谷原中隊からの無線、炎上中、炎上中というのが入ってもらえて、まだもう現場確認しなきゃいけないというふうに思える。まだ現場も目で見て、ちゃんと五感で確認しなきゃいけないところ。宮平は、守礼門から防火水槽のある正殿の南側、二軒うどんへ消防車を急反転させた。その頃、警備員は吹き出す炎に消火器を向けていた。しかし、炎は濁流のように強烈に吹き出し始めていた。何度も必死に消火器を向ける警備員。それを嘲笑うように火の勢いは増していった。炎症を防ぐため、警備員は一度開けた正殿のシャッターを下ろそうともがいた。正殿に駆け込む宮平、その目ではっきりと炎を見た。もう一瞬、信じられない思い、ちょっと頭が真っ白になるぐらいだったんですけど。宮平は無線機を握りしめ、正殿前から一斉無線を入れた。首里城、炎上中。そしてここから12時間にも及ぶ消防士たちの壮絶な戦いが始まった。1031、首里城の消防士たち。2時半かな、火災発生が。正殿前に宮平たちが到着した頃、近くに住む男が炎上する首里城に気づいた。これは尋常じゃないなと。何もできない自分のもどかしさも含めてね、せめて事実だけは残したいと。信じられない出来事に撮影する手は震えた。この時すでに正殿の炎は取り返しのつかないところまで来ていた。炎は正殿の軒下を突っ走る。そして狂ったように火が踊り始めた。首里城が炎に飲み込まれる。動揺する小隊長宮平、覚悟を決め部下に言い放った。一斉出動した各消防部隊は続々と首里城に集結し始めていた。しかし城への門は厳重にロックされていた。夜中っていうこともあって、多分全て施錠されてるだろうと。切断が容易にできる別の用途の資機材があるんですけど、それを携行するように指示して、でそれを持って向かうぞ。救助隊のテルやマサヤは休憩門を破壊、坂を駆け上り宮平たちがいる正殿へ向かった。到着したテルヤの目に飛び込んできたのは、放水を始めた宮平の姿だった。正直な気持ちとしては本当に嘘だろ。放水をしながらもどん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 火災が拡大していってです。本当数分間で一気に変わっていった、急速拡大していったっていうような状況です。正殿に到着したテルに重要な報告を受けた。放水銃を使われてないということが報告があったんで、すぐに活用して放水活動を実施しろと。テルヤは組踊りのための仮設ステージを破壊、
その下にあった放水銃を取り出し正殿に向けた。で、2つあるうちの左右両方確認すると両方同じように水が落ちてると。平和也は操作方法を間違えたと思いパニックに陥っていた。何が起きているのか自分の中で分からなくて、まさか水が切れるものとは思っていなかったので状況が信じられないと思いました。操作手順にミスがあったのかと思い一から手順を確認しましたが原因は分かりませんでした。操作ミスではない。貯水槽は放水銃が20分間放水できる設計だった。だが他の部隊もこの時消火設備を同時に使用。貯水槽の水はわずか10分で底をついた。そして消防士たちの身の回りでは異常な火災現象が起こっていた。発生初期から活動していた石川隆也は身の危険を感じていた。うなの中で熱がこう巻き始めて、でそれが旋風みたいな形で上まで上昇気流が上がってた時にはもう四方八方から熱が来るような感じで、熱と黒煙同時に巻かれるような感じで、瞬間瞬間こう煙が滞留したり流れたりっていう感じだったんですけど、もう本当視界が 2,3 メートルとか、先が見えないような形で巻かれておりました。暴れ回る炎の上昇気流、火災旋風、北東の風がそれをさらに焚きつけた。北東の風で正殿と北殿のちょうど間から南殿に向けて吹いていたと思います。もちろん、風下になりますから、そういう炎、熱気、煙、そういったのが南殿側を担当している隊員には直接行ってますんでね、かなり厳しかったと思います。その時の風向き状況によって、大隊長の方からとりあえず南殿側への火星がちょっと強いから、南殿側の炎症防止に当たれということで点線指示がありまして、で、炎症の具合とか、火災の規模を見たときにこれだいぶ長くなるな。石川は炎症が進む南殿側に移動、長期戦を覚悟した。だが勢いを増す炎に消防士たちはたちまち追い込まれていった。立って普通の通常体制取れない、熱に巻きそうな感じとかですね、気がついたらですね、南殿側にも燃えておってたんです、見てたはずなんですけど、もう気づいたらもう囲まれてた。火のない場所から急に炎が噴き出し始めたのだ。設置してる炎が設置してるとこから燃えたっていうのと輻射熱による発火、両方が同時に起きてたんじゃないかなと。この時正殿前ではフラッシュオーバーという異常な火災現象が起きていた。一体フラッシュオーバーとは？空間としてはかなり高温になりますので、そういう意味でフラッシュオーバーが起こったということは考えられるかと思います。フラッシュオーバーという現象は、火災が起こってそこの空間の中で温度がこう上がってくると可燃物自体が同時に着火し始める。そうしますと同時多発的に燃焼が起こってしまう。ひとたびフラッシュオーバーが起こればもはや炎症は避けられない。首里城の消防士たちはまさにその真っ只中にいたのだ。フラッシュオーバーが起きてしまうとやはり空間全体に燃え広がってるっていう現象が起こってますし、そのまま炎症拡大していってしまって
さらに炎症炎症、まあ、フラッシュオーバーフラッシュオーバーという現象が起こっていくので、まあ、相当消すにあたっては長期戦になってしまうような感じだと思います。燃えやすい漆と木材の巨大な工芸品首里城、それがフラッシュオーバーに拍車をかけ、正殿の屋根は崩れ落ち始めた。そして事態はさらに悪化していく。あ、後ろまで来た、ほら、いやー、みんな燃えてる。これ書院札の間にも飛び火しました。炎はもはや正殿のみならず、北殿、南殿をも飲み込もうとしていた。現場の指揮を取っていたベテランの上地明、一つの決断を下した。まあ、到着時点から厳しい活動になるとは予想していましたんで、非常招集および招待式以降要請、長時間にも及ぶだろうし、相当の覚悟が必要だなと。上地は非番の隊員たちを非常招集、さらに那覇以外の消防隊への応援を緊急要請した。そして那覇の中央消防署トップに、就寝中だった中央消防署の照屋正弘署長、突然の電話に耳を疑った。私たちの指令センターの担当の職員の方から、まあ、署長、首里城が今正殿燃えてます。その時思わず出た照屋の言葉、通報からまだ30分、首里城ではまたも異常な現象が起こっていた。この側壁が木材であったんですけど、この木材からなんかシューっていうような音が急に鳴り始めたんです。すごい勢いで湯気が、水蒸気が出始めて、これはもう異常だと思って。異音の正体はガスだった。その熱分解によってそのガスが発生するわけですが、そのガスの中に可燃性のものが含まれているということになります。そこに熱と酸素とその可燃性ガスがあることによって、それが混ざることによって燃焼が発生するということが起こります。現場では可燃性ガスに引火した爆発も起き始めていた。隊員がですね、炎に巻かれながら作業してたというような状況だったので、もうすぐに下がれと。急に大きな声で下がれという声が聞こえて、隊長に防火服を引っ張られました。正殿から少し離れたところで全体を見ると、30秒か1分ぐらいの時間で本当に火柱が立って、また青い炎がちょっと混ざっているような、もう恐怖というかゾッとしたような感覚があります。その時消防士たちに襲いかかってきたのは鮮度にも達する灼熱、輻射熱だった。火炎というものは、まあ、数百度あるいは1000度ぐらいな、1000度前後の温度であったかと思いますけれども、今回まあ非常に大きな火炎が立ち上がっているということを考えると、それなりに近くに寄っていれば非常に強い輻射熱というのが人体に加わったということが言えるかと思います。鮮度の熱はせり出す壁となって消防士たちを押し戻していった。だんだんこの熱に耐えきれなくなっていって、防御線がどんどんも後退せざるを得なかったっていうのはありますね。防火服でもですね、熱が耐えきれないぐらい熱くなってきた時とかですね、放心門側への退避ができなくなるんじゃないかと、巻かれるんじゃない、炎にちょっと巻かれるんじゃないかと。ベテランの上地と活動していた
赤嶺博重。目の前の光景に最悪の事態を覚悟した。例えば退避が遅れてしまって怪我をしてしまうかもしれないとか、まあ、ちょっと殉職というキーワードが一瞬最悪のシナリオとして頭をよぎったんです。命綱の防火服を熱がえぐる。消防士たちの体は限界に近づいていた。指揮隊長の上地は決断を下した。燃え盛る首里城に退避警報が鳴り響いた。前線で活動している隊員のことを考えると負傷させるわけにはいかないということで、まあ、一時退避を加盟しました。消防歴30年以上の誇りを持つベテランの上地、自ら退避命令を下したのはこれが初めてのことだった。そしてその頃、首里城から昇る巨大な炎が那覇の町からもはっきりと確認できるほどになっていた。午前3時50分、中央消防署長照屋正弘が到着。署長が火災現場で総指揮を取る。それは前代未聞のことだった。真壁のこの高架橋を渡る段階では首里城がもう赤々と燃えているのが見えたんですね。まあ、どういうふうに食い止めることができるのかということを現場に到着するまでそういったことを考えていた。この時消防士は46人、さらに非番の隊員、那覇以外の消防からの応援が次々と到着していた。とてもじゃないけど静電は厳しいっていうのがまず感じてですね、まあ、これはもう本当に肝を据えて対応しなければいけないというふうに感じました。これ以上延焼させてはならない。退避中だった各現場の隊長を集め、照屋署長は指示を与えようとした。だが指揮本部の参集指示があったときに、まあ、私も指揮本部に向かおうと。で、宇奈を通ろうとしたらもう副車熱でそこには行けない状態、もうこの人数でやらないといけないんだっていう、まあ、覚悟をしたような感じでした。その時すでに23人の消防士たちが炎に巻かれて孤立していた。南電側の部隊と照屋署長がいる指揮本部をつなぐルートは溢れる炎と熱で断たれてしまった。風上から来る、前から来る熱、まあ、熱風を避けながら、避けながらといいますか、まあ、もう退避せざるを得ないんですけど、後ろに後退しながら風の通り道になってた。静電と南電の間がですね、そこに、まあ、時折熱風がこうこの通路に集まってくるような感じ。南電側で孤立した23人のうちの一人、西第一小隊の戸口学。すでに無線も聞き取れなくなっていた。かなり無線がいろんな部隊から指揮隊にいろんな情報とかを伝えていて、なかなか無線が開く機会がなくて、それで入れない。喋っていても向こうで聞き取れてない。ここはもう完全に別系統で消火に当たらないといけない。戸口は自分が活動指揮を取ることを孤立組に告げた。しかし南電側の状況はすでに最悪だった。熱量を持ってますので、本当に大量の水をかけないと水は蒸発して、まあ、火にも届かないような状況ですね。
倒的な水量は不足ですから、消防が水をかけて消すっていうのはもうこの状態では不可能だろうっていう。かけてもかけても蒸発する水、大量の火の粉が風に流され、城下町首里の上空は真っ赤に染まった。火の粉が飛んでいって今度住宅に移って、またその住宅も燃えてしまう、燃焼してしまう。火の粉の大きさも普通の大きさではなくて、本当に大きい火の粉が炭が飛んでいるような状態ですので、絶対これが落ちるとどんどん燃え広がる可能性っていうのは、高いっていうふうに感じましたね。一般住宅への延焼、戸口の頭に最悪の事態がよぎった。この南側にいる筒先持ってた隊員は目の前で炎症させないっていう気持ちでやってるのに、どん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 炎症していくっていう、もうこの悔しさと葛藤しながら、ただ危険だから下がらないといけない。ですので、まあ活動していた隊員はまあそれぞれいろいろ悔しい思いっていうのは、はい、みんな感じていると思います。そして消防士の誰もが首里城特有の障害物に苦戦を強いられていた。それはベテランの消防士上地も初めての経験だった。高い城壁があるために消防車両が容易に近づけないと。水路の確保については最低でも200メートル、長いところでは400から500メートルの首里城正殿までホースを延長しないといかないという現状でした。首里城を囲むおよそ1キロの城壁、その高さ6メートルから15メートル、消防士たちの侵入を固くなに阻む。約20キロ近くの装備を持っており、高低差もありますし、また近くの消防車まで、また距離もあるので、地理的な要素に僕はとても苦戦しました。消防士たちはホースを何本もつなぐ作業を強いられ、長い階段、蛇行した通路を数限りなく往復、それだけで体力が奪われている。その頃、城の外堀、竜胆の周りには人々が集まり始めていた。竜胆の周りには人々が集まり始めていた。報道カメラマンは現場に向かう車の中からカメラを回し続け走った。消防車が行き交う中、誰もが押し黙り、崩れ落ちる首里城を呆然と見つめていた。この世から消えゆく首里城。午前4時40分頃です。私が現場に到着した4時20分頃には、建物の形が骨組みは残っていたんですけれども、今は崩れ落ちていて、形もだんだんと分からなくなってきています。先ほどまで見えていた骨組みの部分は完全に崩れ落ち、建物は原型をとどめていません。だが、それでも消防士たちは一歩も引こうとしなかった。どん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 差し迫ってくるね。もう絶対もうここで、もうこれ以上は生かさないと。絶対ここで止めるっていう、もうこの思いだけです。
無我夢中で、まあ、少しでも何かできることがないか、どうにかして食い止めようという思いがあったんですが、その思いとは裏腹にどん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 炎が拡大していって、この炎を食い止められないんだなっていう思いがありました。首里城がこの大炎上してるっていう現実を目の当たりにして、この社会的な影響の大きさなんかも、まあ、プレッシャーといいますか、あの重圧のも感じていましたし、危険の限界を超えていた。救助隊長テルヤ、現場を離れようとしない隊員を説得するほかなかった。そこで放水活動している隊員からですね、今ここで下がったら消せないですよと、もう踏ん張りましょうということで進言はあったんですけど、このままじゃ危険すぎると、とりあえず下がれと何度も何度も説得をしてです、でやっぱ隊員も必死だったと。そしてついに今首里城正殿が大きく崩れました。もう建物の形はほとんど見えません。現在首里城内火災が発生しております。周辺一帯延焼の恐れがあります。住民の皆さん、近くにいる皆さんは速やかに避難をお願いします。焼ける匂い、降り注ぐ火の粉、住宅街、喧騒、驚き、悲しみに包まれていった。子供の家族に起こされて、もう要するにうちの2階窓から見えるもんだから、もう一度もね、もう驚いてね、シンボルだから。ああ小さい頃から遊んでた場所なので、なんとも言えない、悲しいというか、なんとも言えない。火災の発生からわずか3時間、人々の目の前で首里城は燃え落ちていった。変わり果てた正殿の姿を消防士は記録した。現状報告、5時35分首里城正殿前炎上中。正殿にあっては完全に燃え落ちた状態。輻射熱、地形的な困難性、正殿の炎焼の速さ、消防力が劣勢の中被害を最小に抑えるためにはどうするべきなのか問われた火災だとか。実際に燃え広がるのを止めることができない、まあ、その悔しさというか、何か打つ手はないのか、本当に自分の無力さを感じました。正直な気持ちで、なぜ消えないんだと、そのことはもう何度も何度も自分の個人の中では感じていました。
どうしてこんな火災が夜中に起きたかな、本当に考えられないよ。もうまして沖縄のシンボルでしょ、王様がいらしたところ。ああこんなことがあるかな、本当に何だったかしら、本当に悲しい。夜明け、大惨事の全貌がようやく目の当たりになった。いつもの朝がやってきたのに、いつもの首里城はもうそこにはなかった。2019年10月31日の朝、ほんの4時間前までそこにあった美しい首里城はたった一晩で灰となって消えていた。これは悪い夢だ、夢であってくれ。消火活動を続行させながら、照屋所長は記者会見に臨んだ。令和元年10月31日木曜日2時41分ごろ、首里城から出火し、正殿、北殿、南殿がほぼ全焼している火災でございます。およそ12時間に及んだ消火活動、正殿、北殿、南殿を含む6棟が全焼した。その日の朝、新聞社の号外が配られていた。号外を手にした誰もが驚きと悲しみをにじませた。しかし首里城の焼失を誰よりも悲しみ、悔しさをかみしめていたのは彼らだった。沖縄県のね、まあ、シンボルでもある、また県民の心の拠り所でもある首里城の焼失現場を目の前にして、正直言って言葉はありませんでした。まあ、燃え尽きて光景を見た時にはですね、本当に虚しさと悔しさしかなくてです。でやはりもう少しどうにかできなかったとかいう思う気持ちは常にあります。正殿が完全に焼け落ちてる。で、南殿もコンクリートの躯体だけが残っているような状態とか、いろんなのが、まあ、感情的に込み上げてきましたね。安堵はしてないです。もう無力感ですね。消防としての無力感、喪失感、本当にあとは本当に首里城を失ったんだっていうか、まあ、悲しさですね。そういう思いしか出てこなかったです。これだけ計画があって、まあ、準備もされてたにもかかわらず、やはり、まあ、その時の自然の現象でありましたり、まあ、火災の延焼の速度っていう、やっぱ、まあ、消防が勝てなかったっていう経験っていうのを、まあ、後世にやっぱしっかりと伝えていかないといけないです。何十代、何百人が関わっている災害を、その災害現場をまとめていこうかなということをちょっと考えながらやっていたつもりです。沖縄の心の拠り所である首里城が、まあ、焼失したっていう思いとですね、我々がやった活動
もっと何かできなかったのかなっていうのに、まあ、今でもやっぱりそういったことを自問してる。出火原因は電気設備のショートとも言われたが、何もかも灰となった今、解明は困難。出火原因は不明と結論付けられた。そこには宮平の姿があった。宮平はこんなものを見せてくれた。これはあの近所の子供たちが来てくれて、直接2日ぐらいですかね、手渡してもらったのがちっちゃくあったんですけど、もらって直接ですね、手渡してわざわざ来てくれてもらった手紙です。まあ素直に嬉しいんですけど、やっぱり心のどこかでは、まあ、ごめんねっていう、あのちっちゃい子供なんですけど、消せなくてごめんねっていう思いもあって。あの首里城火災からしばらく経ったある日、那覇の消防士たちにフランスから一通の手紙が届いた。それは2019年世界遺産ノートルダム大聖堂の火災と戦ったパリの消防士たちからだった。首里城における火災の様子を我々パリ消防局の職員は呆然と見ていました。琉球の歴史や沖縄振興のシンボルであった首里城正殿が崩れ落ちたことを受け、私たちは深く悲しんでいます。国や地域を代表する遺産を失うことを我々は深く理解しています。消火するために絶え間なく戦った多くの消防隊員は、多大な勇気と献身的な姿勢を見せてくれました。心より復興を望んでいます。パリ消防局。消防士たちはスーパーマンではない、真摯に仕事に向き合う無名の男たちだ。荒れ狂う炎を前に恐ろしいと思わないはずがない。だがそれでも彼らは前を向き続けた。あれから1年、新型コロナ感染症という事態を迎え、誰もが今不安を抱いている。家族や仕事を失い、明日はどうなるのかという人々があふれている。そんな時代だからこそ、この困難に立ち向かう者たちの姿を私たちは今もう一度この胸に刻みつけたいと思うのだ。
訓練開始。よし。